今日のワクチャンネルはアクセサリーの収納法を紹介したいと思います。で、私がいつもしている収納法なんですけど、今回は見せる収納じゃなくて、こうしまうたくさん収納できる収納法をしたいと思います。で、今回はこのダイソーとかセリアに売ってるようなこういう収納パックと、あとはピルケースを使って収納しています。で、とってもコンパクトで、しかもあと注目してほしいのがこのケースとか袋に入っている、今日もこれもそうなんですけど、アクセサリーは全て私のハンドメイドになっているので、こちらにも注目してチェックしてみてください。それではワクチャンネルスタート。それでは早速、まずはネックレスの入れ方から説明していきたいと思います。で、袋の開け方なんですけど、おすすめの開け方があって、こう開けるのもいいんですけど、指でつまんで横にずらすと簡単に開くのでおすすめです。では早速入れていきます。まずはネックレスのこのチャームのついたポイントとなる部分を入れます。そして端っこで下まで下げすぎずに、だいたいちょっと下を開けて真ん中ぐらいで端の部分を留めます。はい、そしたら反対側の空いてる部分に残ったチェーンを入れます。そしてここでまた同じように留めます。はい、そうすることでほとんど袋の中に入れることができるし、こうたくさん並べた時にパーツが見えるのでおすすめです。はい、こんな感じで、たくさん並べてあった時もこのポイントとなる部分が一目でわかるのでおすすめです。今度はブレスレットの入れ方を紹介したいと思います。ブレスレットは袋を開けて指でこのようにつまみます。できるだけビーズとかがないチェーンの部分をつまんで、そのまま袋に入れます。はい、そしたらそのまま指でつまみながら袋を留めていきます。はい、こんな感じで入りました。そうすることでまた、綺麗に横の部分のビーズとかも見えるのでおすすめです。はい、こんな感じで並べてみたんですけど、下の段は全て色違いになっているんですけど、ビーズの色が違うのもわかるし、あと少しここで幅を広げているので絡まりにくいし、あとこんな風に下にポイントがあるものでもわかりやすかったり、こういうリボンとかだったらもうチェーンも一緒に入れちゃってるんですけど、そのままでも全然入ってわかりやすく見れるのでおすすめです。今度はピアスとかイヤリングの入れ方を紹介したいと思います。で、イヤリングのここの部分を持って袋に入れます。で、つまみながら入れたらこんな感じでこのネジの間の部分で留めます。挟んで留めます。はい、留まりました。そしたらこちらの反対側も同じようにここまで入れて、ネジの部分だけ残してここの間で挟んで留めます。はい、そうすると綺麗に見えます。ピアスも同じように上のかける部分、通す部分だけ残して間で挟んでます。はい、こんな感じで並べてみても一目で分かりやすいし、あと長いものでもこんな風に全体が見えて、あと絡まりにくいし、こういうピアスとかはもうそのまま中に全部入れちゃってるんですけど、こういう入れ方もあるのでぜひ試してみてください。最後にリングなんですけど、こういうリングはもうそのまま入れちゃいます。はい、
で完成です。はい、こんな風に並べてみても全て一目で分かるのでおすすめです。最後にこのピルケースを使いたいと思います。このケースは私はカラーのものを選んだんですけど、透明のものも販売されてて、どちらでもいいんですけど、私はこの例えばピンクだったらピンク系のアクセサリーとかをこんな風に入れてそのまま入れちゃいます。はい、こうすることで一つで 4種類のピアスが入るし、あと他にも絡まったりとかが気にならない方は、そんなにぐちゃぐちゃになるってこともあんまりないんですけど、ネックレスとかも、あと小さめのリングとかだったら入ります。なのでこれもおすすめです。他にもこんな感じでいろいろな種類のものを色味で合わせて入れるようにしています。同じようにこちらの形のケースにもピアスを入れてるんですけど、こっちの方がさっきのものよりもこう高さがあったりするので結構大きめのものも入ります。はい、せっかくなので、先日 DIY の動画で紹介したメイクボックスに、アクセサリーを収納してみました。はい、こんな感じでケースもたくさん入るし、この薄いのだったら2段にして入れたりこう並べてぴったり入るし、あとこちらの段はこんな感じでケースを入れたり並べてイヤリングとか、あとこちらにもブレスレットやネックレスなどいろいろ入れてみました。はい、たくさん入るし、こう袋だとあんまりかさばらないし、このままポーチに入れていけるのでとってもおすすめです。いかがでしたでしょうか。はい、こんな感じで中も綺麗に見えて、しかも絡まりにくいし分かりやすくなるのでとってもおすすめです。で、普段私は商品になるものは全てもうここの中に入れて閉じてしまってるんですけど、そうすることでこうやって袋に少しでも入れることで酸化を防いでくれるので、このアクセサリーの色が変わったりするのも防げたりするし、あとおすすめなのはこういう、これセームガワって言うんですけど、皆さんが持ってるメガネ拭きとかでもこうやって拭いてから入れてもとってもいいと思うので、そうやってしてぜひ参考にやってみてください。はい、ポーチにこのままも入れれるし、はい、コンパクトになっているのでおすすめです。はい、他にも池田真子のマクチャンネルでは毎週水曜日と土曜日に動画をアップしているので、ぜひチェックしてみてください。こういう DIY とか商品紹介とかメイク動画をアップしています。で、気になったのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今日は池田真子のアクセサリーの収納法でした。バイバーイ。